サウンド、サウンドは大事です。はい、皆さんこんにちは。今日もダビンチの方へようこそ。いよいよ寒くなってきましたね。ここね、カナダはもうマイナス5度とかマイナス10度が毎日続いてます。まあ冬に突入って感じがしますね。この間ね、もう真っ白になって結構雪積もったんで、まあそれはそれで綺麗だったんだけどね。まあもう溶けちゃって、まあ、また来週あたりから雪が降るっていう方になってます。日本はね、まだ一桁台かな。こっちからするとまだ暖かいかなっていう感じがするんですけども、まあそれでもね、結構一桁台っていうのは結構寒いですからね。まあ風邪なんてひかないように注意してください。それではね、今日のテーマ、タイトルには、かっこいい動画っていうふうに書いてますけども、まあかっこいい動画っていうよりも、今回はね、見やすい動画っていうのはこういうものなんだよっていうところの一つのポイントとして、音について話をしていきたいと思います。で、音っていうのはものすごく大事で、まあ映像を制作する段階っていうのは、どうしてもね、何かしらの音声がつきます。で、音声いろいろとありますよね。例えばバックグラウンドミュージックにしろ、効果音にしろ、環境音にしろね、こういうのは全部音声です。で、音声があって映像があって初めて動画というのが出来上がると思うので、まあ今回はこの一番重要な音声についてね、話をしていきたいと思います。何かの動画を作る時っていうのは、例えば30秒から1分半のプロモーションビデオなり、何かのミュージックビデオなり、何かのショートフィルムなり、時間が決まった映像というのはよくあると思います。この短い時間の中でどういうふうに効果的に音声をつけていくかっていうところをね、今日は話をしていきたいと思います。いろんな編集方法が人によっていろいろありますので、今回は僕がこういうふうに映像を作っていくときには、こういうふうに音を作るという考えを皆さんにね、お伝えしていきたいと思います。撮影の仕方っていうわけではありませんので、あくまでも編集の段階での音声をどういうふうに入れていくかというところをね、重点に話をしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速ダヴィンチリゾルブの画面で説明していきましょう。ここに今サンプルの映像を用意してます。これは前回公開したこのビールのプロモーションビデオの映像になります。で、今回はこの映像の部分の方の話は特にしていかないです。で、今回はこの音声の方の解説をしていきたいと思います。で、音声するときには、まあできればね、あればこういうヘッドホンとか何かあると、非常にこの細かいところの音声の確認できるので、いいので、これはおすすめします。で、今回のこのプロモーションビデオっていうのは30秒でした。こういう尺が決まっている映像の音楽または音源の調整の仕方みたいなのね、そこら辺を解説していきたいと思います。はい、それではね、早速やっていきましょう。ここのオーディオ1っていうところがメインの音源になります。で、実はこのメインの音源はここに1本なんですけども、それ以外にもここにも2つまだね、音楽の音源が入ってます。で、この30秒の音楽っていうのは、実際にはね、じゃあどういう風になってるのかっていうのをお見せすると、これが元の音源ですね。この今色分けしてあるのは、分かりやすくするためにこういう風に色分けをしてあります。で、この色分けをしたこの色の部分、ついてる部分、これを抽出して並べたのが最終的にここに30秒の音楽になってます。で、これをどういうふうに、こういうふうに分けていくかっていうのをね、今からやり方をね、方法をちょっと説明していきたいと思います。今はもうこういうふうにマーカーを打って切ってあるんですけども、これ実はね、本来だとこういうふうに、もともとはね、こういうふうになってません。もともとの音声っていうのはこれなんですね。で、これをこういうふうに尺のいいところでこう切ったのがこの上の方です。だからね、こっちの方で話をしてきてます。で、実際にどうやってやるかっていうと、まず一番最初に重要なのは、音楽を全部聴いて何回か聴きます。まあ、イメージを膨らましていきます。まあ、ここら辺で切ったら、こういう風になるなっていうようなところを、どん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 探っていくんですけども、僕の場合は、最初はゆっくり入って、少しこう上がって、一気にこう上がって、で、ピークを迎えて下がるっていう、この山をね、意識して作っていきます。ここだけ聞きますね。こっから、まあここら辺まででちょっと聞いてみましょうか。
今聞いてもらったところで、ここを何回も何回も聞くんですけども、聞いていくとこのリズムをこういうふうにね、リズムを作っていくことができます。でその時にマーカーを打ってきます。マーカーは M ボタンでポン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 というふうにマーカーを打ってきます。やるときにですね、いきなりこのクリップに、音声クリップにマーカーを打つのではなくて、最初にはこのタイムラインの方にマーカーを打ってきます。こういうふうにクリップを選択すると、マーカーを打ったらこのクリップの方にマーカーがどん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 打たれていくんですけども、クリップを選択しない状態で、どこにも選択されない状態でマーカーを打っていくと、このタイムラインにマーカーが打たれていきます。で、それを最初にタイムラインにマーカーを打っていく作業を僕はしています。それじゃあやっていきましょう。ちょっと拡大しながらいきます。はい、それじゃあやっていきます。はい、こんな感じで、こういう風にね、リズムを取りながらマーカーを打っていきます。もう少し拡大すると、若干これずれてますよね。これね、本当はここに打ちたいんですね。ここですね。これを一個こういう風に動かします。でこうやって微調整をしていきます。例えばまあこれもそうですね。はい、ここが本当はマーカーが欲しいところなんで、これをずらしていきます。まあこんな感じで、どん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 こういうふうに、全てのマーカーを微調整していきます。そうするとね、最終的にはぴったり合ったところにマーカーが打たれていきますね。まずこのマーカーを打った時に、まあここは絶対いらないなっていうところをまず捨てていきます。まあ例えばですよ、こっからここまでがいらないなって言ったら、こっからカットして、ここまでカットして、これを縮めていきます。こういう作業をしていって、だいたい30秒の音楽を作るためには、まあこれがだいたい2分の音楽だったんで、一番最初にこのラフカットという作業をするときには、だいたいまあ半分ぐらいまで縮めていきます。で最終的にここはいるなっていうところに、今度はこういうふうに色をつけていきます。でこの色をつけるのも、きっちりと時間を決めなくてもいいので、ビートをこういうふうに取って、あ、ここは使えるなっていうところは色をつけていきます。で最終的に、よし、ここは使おうと、テンポがここは合ってるから、ここは使えるなっていうところに入ってきた時に、まあ例えばここからここまではこれは絶対使える部分だというふうになった場合に、クリップの方に選択して、ここでマーカーを打っていきます。そうすると、ね、今ここにマーカーを打たれました。でこっからここまでが絶対に使いたい部分だというふうに決まったら、このマーカーを合わせて、ここでまた M ボタンを押していきます。そうするとね、今度ここからここまでが使える部分なので、あとはこの余計な部分をどんどん排除していきます。こういうふうに排除していきますね。そして最終的に決まったのがこういう感じで30秒の長さに変わっていきます。でこれを切る時の非常に重要なポイントっていうのは、絶対にテンポが合っているところ、ビートが合っているところですね。このトン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 という、このリズムが完全に合っているところで切ることですね。ここが非常に重要です。例えばここを、ビートが必ず合っているところでこのマーカーを打つっていうところは非常に重要なポイントです。で拡大をすると、まあ、若干ずれるところがあるはずなんですよね。例えばまあこういうところかな。本当はここじゃなくてここなんですよ。この音楽のドンっていうビートの合ってる部分、ここですね。ここの部分なので、このマーカーを細かくこういうふうにずらします。できるだけこのビートの一番近い部分にこのマーカーを合わせるっていうことが非常に重要です。僕の場合は今みたいに、こういうふうにタイムラインに最初にダーッとマーカーを打っていきます。でその後いらない部分をどん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 カットしていって、ある程度決まった部分で今度はタイムラインではなくて、クリップの方にマーカーを打っていって、そして最終的にこのクリップの中でこのマーカーを調整して、少しずつ調整して、最終的にカットしてつなぎ合わせると
いう感じでやってます。一見こう時間がかかりそうなんですけども、最終的にはほとんどもう修正しなくてもいいぐらいのつなぎになる感じになるので、まあこんな感じでやるとね非常に楽だなと思います。メインの音楽が決まりました。そうしたらですね、次にこういう風に映像を今度どん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 並べていく感じになるんですけども、ここの映像を並べた時にはある程度のこのテンポに合わせて映像を並べていった方がいいと思います。で、ある程度できたらこのクリップの方に並べていくんですけども、当然このビートには最初は合わないので、その時に先ほど使ったこのマーカーが役に立ちます。で、このマーカーに合わせてこの映像をググって縮めていくことができれば、テンポを気にする必要がないので、映像を縮める時にもね、このマーカーっていうのは非常に役に立ちます。で、こういう風に映像がある程度決まりました。で、今度はサウンドエフェクトをつけていくんですが、サウンドエフェクト、この今ちょっとサウンドエフェクトの部分だけちょっとカットして、映像だけ見てください。こういう映像ですね。で、この映像をこういう風に当てて、まあ必要なのはこのビールが注がれているドドドドドドっていうような音が必要なので、それをね、サウンドエフェクトをこういう風に持ってきて、ここに2つつけました。で、これを2つ聞いていただくと、で、こんな風に合わせていくんですけども、実際のこのサウンドエフェクトの音の長さっていうのはこんなにあります。実際にはこれだけ長いんですけども、これをぐーっと縮めて必要な部分だけをこういう風にカットして使いました。で、カットして使うだけでは合わない場合はね、インスペクターの中からこの速度変更をこういう風にちょっと加えると、この注がれているスピードに合わせてこの音楽をこういう風に作っていきます。他にもね、こういうバーの中の雰囲気とか作っていきます。で、こう人が騒いでるようなところの雰囲気っていうのも、こういう音をね追加してあげると、その部分の臨場感が出てきます。これ何もないと、ただ映像が動いているだけなんです。ここにサウンドエフェクトを一つ加えてあげると、なんかこう楽しんでるような雰囲気を作り出すことができるので、こういう風にねサウンドエフェクトをどん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 当てていきます。ここにもこうビールが注がれている映像があるんですけども、映像だけだとこんな感じなんですけども、ここにサウンドエフェクトをつけてあげると、あのビールが注がれている雰囲気がよく出るかなと思うので、まあ、こんな感じでサウンドエフェクトをこのクリップに合わせてつけてあげます。で、この音楽とサウンドエフェクトを映像と一緒につけてあげることによって、本当にこうビールを飲んでいるんだなっていうような、そういう映像を作り出すことができますし、例えば歩いているような映像でも、歩いている映像だけではなくて、歩いているところにこう足音をつけてあげたり、例えばまあ森の中を歩いているんだったら、そよ風の風が吹いているような音をそこにも盛り込んであげると、非常にそこの場の雰囲気を出すことができますので、こんな感じで映像に音楽をつけたりサウンドエフェクトをつけたりして一個の動画を作ってみてください。まあ動画を作るときっていうのは非常に編集効率っていうのもねとっても大切になると思うので、まあその時の一つの方法として今回はご紹介しました。ぜひ参考にしていただければ幸いです。はい、ということで今日は音声について話をしてきました。編集の段階でどういう音声を当てていくのか、どういう効果音を当てていくのかっていうところをね、少し皆さんの参考になればなと思って今日はお話をしてきました。はい、ということで今日のダビンチの館はこれで終了します。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら、バイバイ。